最高の旅行にしようね。やっぱり持ってくるんだね。この点数でカレンちゃん信頼してくれるかな。ようこそカレンちゃん。つい出ちゃうんです。どうぞ。将来の漫画家さんはどこに行くにも漫画の道具。僕の点数を。もちろんだよ。小学校の同窓会があったんだ。そこですげえ見た目とか変わっちゃったやつがいてさ。変じゃありません。絶対治るから。そうだ。だからカレンちゃんの病気は絶対治るから。それで俺ピンときちゃってさ。この間超楽しかった。いえ、またデートしてよ。あのつまんなかったかな俺の話。こそ契約をいただいて。困った時はいえ OTG お互い様。いえ、この出会いに感謝。 NAO なおちゃん。いえ、川原。ドリブ？兄貴の NJ かと思った。同じ高校の大杉です。父はどうなんだ。仕事きつそうだけど。どうした。やめちゃった。え、お腹が空いたでしょ。ここ美味しいんだって。すぐさ、一流商社じゃん。地味だからってやめることねえだろ。地味じゃねえっつ。すいません。いいの、それだけが原因じゃないし、やりたいこと見つかりそうだから。やりたいこと？うん。それに短大時代の友達がね、いいバイト紹介してくれたんだ。黙って聞いて嬉しかった。意外とよく食べるところとかも可愛いっていうか、いいよな。だからうまくやってくれてありがとうってこと。分かってる。ちょっと探り入れてみて。いや無理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 。だって俺兄貴と俺一切女関係の話したことないんだよ。昔 CC ガールズの中で誰が一番好きってしつこって言ったら吹っ飛ばされたんだよ。それくらい NG なんだよ。できればもう一度お店に行って確かめたいんです。映画館すぐそこだから。지금 늦어도
to New